無事に国境を越えられたね。ここがブロディア王国だ。聞いていた通り、フィレネとは違いますね。険しい岩肌の土地が広がっています。伏せるんだ。敵襲か。何者ですか。それはこちらのセリフですよ。国境を越え侵入してきたのはあなた方です。名乗らないのなら賊とみなし討伐します。次は当てますよ。私はリトスの地より参りました、神竜です。僕はフィレネ王国第一王子アルフレッドだ。神竜のフィレネ王国王子。そうです。突然撃ってきて、あなたたちこそ何者なんですか。神竜様とフィレネ王子様だったとはいざ知らず、攻撃して申し訳ありません。あ、いえ。見事な土下座だ。下級の国境兵か。お、待ってくれ。なんだか見たことのある顔だ。君は、いや、あなたは、もしかして。僕は、ブロディア王国第二王子、スタルークです。王子様？やはりスタルークは王子でしたか。はい。名乗るのが遅れてすみません。あ、こっちは進化のラピスとシトリニカです。ごきげんよう、神竜様方。ブロディアへようこそ。ようこそ感が全くありませんね。すごく警戒されています。少し気が張っていたんです。ずっと化け物を討伐していましたから。あなた方ご一行がいらっしゃることと、その事情はイブ女王からの書簡により存じ上げておりました。父であるブロディア王モリオンの勅命で国境までお迎えに来ていたのですが、待てど暮らせど来るのはほとんどが化け物。たまに人間が来ても賊ばかりで、自衛のため討伐をし続けていたら、あなた方にも威嚇を行ってしまいました。そういうことだったのか。いろいろあって遅くなってしまい申し訳ありません。しかし先ほどの件、もし矢が当たっていたら国同士の問題になっていました。気をつけてください、スタルーク王子。はい、本当にすみません。スタルークは悪くないわ。わからなかったんだから仕方ないわよ。あなた方こそもう少し王族らしくきらびやかにお越しになればよかったのでなくて。矢が当たっていればどの道この武力の国ブロディアに入る資格はありません。弱ければ奪われる、それがこの国の掟です。フィレネ王子の実力もここで測りましょうか。なんだって。ごめんなさい。我が国は実力主義がちょっとばかり行き過ぎていて。安心してください、フィレネ王子の実力はよくよく存じ上げております。ああ、どうもありがとう。すみません、すみません。謝りついでに迎えが僕なんかですみません。顔を上げてください。王子自らのお出迎え感謝しています。本当ですか。僕で本当に嬉しいですか。もちろんですよ。お会いできて光栄です。ああ、いい人だ。神竜である上に性格までいいなんて。でもその分僕の薄汚さが露呈するので、あまり輝きを放つのはやめてください。はあ。それではブロディア王城への案内をいたしますね。僕についてきてください。もうすぐグランスール大橋に着きます。
そこを越えればブロディア城ですよ。わかりました。神竜様、イブ女王の書簡に記載があったのですが、イルシオンが邪竜を復活させたというのは本当の話なのですか？はい、以前戦ったイルシオンの兵が言っていました。やはりそうですか。ブロディアの兵からも遭遇したイルシオン兵が邪竜復活をほのめかしていたという報告があったんです。まさか隣国がそんなことをするなんて。邪竜を倒すには指輪が必要なんですよね。我が国に伝わるのは若き獅子の指輪です。若き獅子の指輪。赤い石のついた勇ましい雰囲気をまとう指輪なんですよ。兄、第一王子ディアマンドは近頃その指輪から声が聞こえると言っていました。我が兄ながらすごいお方です。僕はあの人の弟で幸せです。お兄さんのことがお好きなんですね。はい、強く聡明で威張ったところがなくて、国王や民からも認められている魅力的な方です。で、その残りカスが僕です。そんなに卑下されなくても。見えてきました、グランスール大橋ですよ。今日はやけに兵が多いな。いや、あれはイルシオン兵です。橋がイルシオン軍に占拠されています。あー、やっと来た。この私を待たせるなんていい度胸ね。誰です？私はイルシオン王国第二王女オルテウシア。皆さん、こんにちは。イルシオン第二王女。もしかしてあなたが神竜様？はい。やっぱり、すぐ分かったわ。他の人より綺麗だから。神竜ってルミエルだけだと思ってたけど、他にもいたなんて最近まで知らなかったわ。へえ、珍しい色違いの瞳。近づかないでください。邪竜を復活させた悪しき国の者が神竜様に近づく資格なんてありません。邪魔しないでよ、ブロディア王国第二王子。悪しき国はそっちの方でしょ。は？だってお父様が言ってたもの、ブロディアは欲深く野蛮な国だって。あたしもブロディアは嫌い。領土を広げようとしてしつこく侵略に来るんだもん。それって本当にとっても迷惑なの。兵士や民たちがどれだけ傷ついたか。ブロディアはただ領土が欲しくて侵攻しているわけではありません。イルシオンの怪しい動きから自国を守らないと、民を脅威にさらすわけにはいきませんからね。それで今日は仕返しのつもりでブロディア侵攻に来たのですか？まさか。この私がショーでそんな大それたことできるわけないでしょ。私は指輪を奪いに来ただけ。イルシオンをお父様のご命令でね。国王がそんな命令を？そう、分かったら持ってる指輪全部出して。そしたら殺さないでいてあげる。お断りします。あー、めんどくさい。いっぱい指輪が手に入ると思ってこっちを選んだのに、ブロディア城の方に行くお姉様が羨ましくなってきちゃったな。それはイルシオン第一王女がブロディア城を襲撃するということですか？あ、これ言っちゃダメだったっけ。大変です、早く城に戻りましょう。通すわけないわ。指輪を持って帰ってお父様に褒めてもらうんだから。イルシオン兵たち、全軍出撃。殺しちゃっても構わないわ。指輪を全て奪いなさい。
早く突破しないとブロディア王城が危険です。一刻も早く切り抜けますよ。もちろんです、スタルーク様、お任せを。私たちが本気を出せばディナーまでにはお城に帰れるわ。頼もしいですね。この命失うわけにはいきません。二人は僕が守ります。キュン。あの、でも
も我々は王子たるあなたを守ることが使命でして。というわけで二人は後方にいてくださいね。では。え？スタルークったら、あなたは光栄よ。戻りなさい。待って、ストリニカ、あなたもどちらかというと光栄よ。もう世話が焼けるんだから。始まるみたいだよ。みんな配置について。あれが噂の神竜様、綺麗な方です。でも俺たちの方が可愛いって言いたいんでしょ。はい、すみません。いいね、その息だよ。見下して倒して指輪を奪わなきゃ。それでこそオルテンシア様の進化でしょ。さ、行こう、ゴルドマリー。はい、ロサード、皆さんにはここで死んでもらいましょう。神竜様のために、この地に幸福を。ルーク様とシュトリニカは後ろに。ここは前衛の私に任せてください。まずは邪魔な敵を私の鉄の体験で吹っ飛ばします。初回得点、ストレス。素敵なばあさんだったわ。はい、はっ。あたしですね、神竜様のために。アルフレッド・マイル、連れて行って。よっ、はい、はっ。効率よく行きましょう。本気を出そうかしら。神竜様、これを見たら驚くだろうな。
そっちの指輪と同じ力を使っちゃうんだもん。あれは紋章師。どうしてです。私は権限させていませんよ。びっくりした。紋章師を権限できるのはあなただけじゃないのよ、神竜様。蛇竜も同じように紋章師を権限できる。この指輪はゾンブル様のお力を受けているわ。聖王女の指輪、とっても綺麗でしょ。それは母さんが守っていた指輪です。返してください。絶対ダメ。今はイルシオンのものだもん。でも見せてあげるだけならいいわ。ほら、近くまで来て私と遊びましょ。あの紋章師は敵に回すと手強いよ。彼女が能力を解放すればその近くにいる敵も一緒に攻撃に参加してくる。くれぐれも気をつけて戦ってくれ。幸運な方ね。タムケをあなたに。安心はしないわ。華やかに。生き返ったわ。身になったようだ。
この愛が罪だというのなら、生き延びることができたわ。なんとお詫びしたらいいか。行くの？
私の救世主ね。素敵な場所ね。生き延びることができたわ。恐れることなどありません。礼を言うよ。
忘れません。間近で見られて嬉しいです。指輪を渡してくれたな。もっと嬉しいんだけどな。こちらこそ。おとなしく諦めてくださるととても嬉しいんですが。眠りなさい。あっちゃった。ごめんオルテンシア、俺は行くね。ねえねえ、あなたも指輪持ってるの？持ってるなら早く出しなさい。運命を変えるわ。行きましょう。
い。ひどい方です。今日はもう帰ります。どんな卑怯なことか。お父様をがっかりさせたくないもの。